どうも皆様こんにちは、ハリウッドハリのシャギでございます。本日はですね、こちら、いやー景色がいいですね。これロングビーチのショアラインアクアティックパーク、夏がいね、あのね、アクリエムつってね、あの水族館が見えますね、あっちであるんですね。でまあ、でもザ・パイクの一部なんじゃないかな、ザ・パイクっていうアウトレットモールの一部っていう感じのお土産物屋さんとかがこう集まってる、なんて言うんでしょう、商店街みたいな感じですね。で、あちらにはね、灯台があるすごい素敵な公園があるっていうね、こちらをね、360度カメラでどういう様子なのかっていうのをね、まあ、日曜日なんですけど、人が少ない、なぜかっていうとコロナ禍だからっていうことですね、これ撮っていこうと思いますが、ここでね、ザ・パイクっていうアウトレットモールの方まで行ってみましょう。ザ・パイク行ってみよう。ね、これね、後ろもね、なんかあの灯台みたいに出てたんで、これもお土産物屋さんですね。すごいね。書いてあるけど、ショアラインビレッジっていうね、この場所なんだろうな。でね、あれも食べ物屋さんやテイクアウトでやってますね。すごい。みんなね、食べ物屋さんの前で待ってる。何を待ってるかっていうと、テイクアウトですね。注文して、やっぱりテイクアウトってやつですね。はい、だろうね。家で作ったことは熱いと思うんですけど、みんなで優しくレストラン経済を回したら今日っていうことなんですかね。ショアラインビレッジって言うんじゃない、本当に。いや、初めて今日知りましたけどね。何回か来たことあるんですけど、ザ・パイクだとね、ザ・パイクっていうね、有名な巨大なアウトレットモールが隣にあるんですよね。こんな豪勢なレストランたちが、全て閉まっているというこの悲しい事実。本日は1月の24日、コロナ禍の真っ最中でございますね。大変だよね。あ、でも人が多いな。あっち側にもあるとね、水族館とかあるんですけれども、今回はここから、ザ・パイク、もうね、通りを隔てて、巨大なアウトレットモールがありますので、今日はそちらの様子を360度カメラでずっと撮っていきたいと思っております。ボートレンタルあるよ。あのボート借りれる。で、隣にそびえ立つ建物は、ハイアットっていう、多分ホテルチェーンですね。その目の前に素敵な、なんかね、ラスベガスのベラージオみたいな、素敵な湖が広がってある。あそこでもまたね、アヒル型のね、チコ型のボートレンタルやってるみたいですね。すごいね、ここら辺は一大、あれだね、観光、憩いの場だね。いやー、ロングビーチ。これがロングビーチですか。素晴らしいですね。住みたいね、ロングビーチ。ここがスモークハウス、まあ、ステーキとかですよね。で、有名な、チェーン店なのかな。何かわかりませんが。で、ここが後場、ボート乗れるんですね、これね。クルーズ、ボートクルーズできるんだ。すごいね。客船ですね、明らかに。そして、東京和光って海賊の和光ですかね。
あ、日本料理ですね、明らかにね。ただコロナ禍の中で閉まっておると、これね、すごいでっかいですね、これね。営業再開した時には行きたいかなという感じの場所ではありますね。いや、ここまでがショーラインビレッジということで、あっち側にはね、水族館とかもあるんですけど、まあ、ここら辺でちょっとショーラインビレッジはおしまいということでね、ここからね、まっすぐなんとね、ザ・パイプっていうアウトレットモールに繋がってますんで、そちらの方に向かっていきたいと思います。ここら辺からザ・パイク、アウトレットモールになっていくわけですね。ちょっと微妙ですね。なんかこう、どこからがザ・パイクで、どこからがショーラインビレッジなのかちょっと分かりにくいですよね。まあね、日がちょっと傾いてきましたけれども、観覧車なんかも見えますね。こちらがザ・パイク、アウトレットモールになります。いや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 。コロナ禍でのザ・パイク。果たしてね、どんな様子なのかちょっと見てみたいと思いますね。結構巨大なアウトレットモール。私もね、今日初めて来るんですけどね。ダイナーアウトレットモールになってますね。でもさっきより人が増えたね。ザ・パイク栄えておるね。これショートカットしたくなるね。ああ、すごい。やっぱここら辺はやっぱりロングビーチの、なんて言うんだろうね、栄えてる、高いって感じなんですかね。すごいね。フードトラックもめちゃめちゃ止まってるね。いやー、もう名だたる、服飾ブランド、フォーエバー21から、ナイキから、全部ありますね。ただ、やっぱりコロナ禍なんで入場制限をしているようですね。あ、パトカーも止まってる。まあ不測の事態に備えてっていうことなんですかね。コンベンションセンター、あの大きな建物だね、あれはね。なんかイベントホールが隣に併設されてるんですね。うん、ギャップは開いている。ああ、やっぱね、あのね、テイクアウトでも店内で食べられませんから、なんかこういったね、ちょっとした座れる場所で食べ物を食べてる、買った食べ物を食べてる方が多いですね。あね、隣とかにはね、高級コンドミニアムって感じの建物がね、すごい並んでますね。いやー、はい、ロングビーチコンベンションセンターが一応私のね、後ろに見えてまいりました。
で、ここがパイク。まあ、大体全部取った形になりますかね。はい、という感じにはなりますね。いや。はい。というわけで、今日はね、ザ・パイク。あとね、ドロングビーチの、ショアラインビレッジですかね。一応、撮ってみましたよ、と。感じでございます。はい。まあね、コロナ禍でね、人が少ない東京の、ロングビーチ、普段はね、もっとね、人が多いんですけれども、まあ一応こんな感じで撮ってみました。そんなわけで、今日は、ハリウッド俳優、チャギンでした。バイバイ。